こんばんは、入山亜希子です。1月24日日曜日、入山亜希子のつれつれ日記。昨夜から心配した雪の予報は外れて、今日は車も少なく、スイスイと打ち合わせ場所までかなり早めに到着することができました。皆様も今日はどのような日曜日を過ごされましたか？打ち合わせの後は時間的にまだ間に合いそうだということで、川崎市にあります川崎大使に初めてお参りに行ってまいりました。大きなお寺で、例年年末年始たくさんの方が初詣に出かけられる場所ということで、今日は御朱印もいただくことができ、人もまばらでしたのでゆっくりとお参りを済ませることができました。心にちょっとだけ引っかかっていたことが良い方向に流れを変えていけそうで、少し安心をしました。自身の力ではどうすることもできない、そんな事柄も多いのですが、周囲の皆様が少しでも良い方向にと考え舵を取ってくださるので、ありがたいなと感じています。一日も早い平穏な日常が戻ってきますように。何しろ周囲の皆様が健康でお過ごしいただけますように願っています。それではまた明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。